どうも、タバタブラザーズです。兄の吉木です。本日も、YouTube 一人で撮影ということで、ね、やっていきたいんですけども、最近流行っているランキング形式でいきたいなと思います。コメントでいただいてたランキングを発表したいんですけども、今回はですね、オーラを感じた高校ランキングということでやっていきたいなと思います。オーラを感じた高校ですから、ユニフォームのオーラなのか強者の証なのか、ちょっとねその辺はわからないですけども、ある程度思いついておりますし、対戦した高校もやっぱりね、甲子園優勝まで僕たちは行かせていただいたので、強いところばっかりでした。なので、まあ結構面白いようになるかもしれないけど、やっぱ3位にはね、入れやりにくいなっていうのはありますけどね。オーラを感じた高校やんな、ほんま個人差あるんやけどな、これ。ちょっと難しいですけども、やりましょうか。まあ今回もね、YouTube のコメントでいただいた内容をそのまま動画にさせていただいているので、いつも皆さんコメントありがとうございます。はい。そして、今僕が着ているこのユニフォームがね、タバタブラザーズって書いてるんですけど、タバタブラザーズオーダーユニフォームを作っております。オーダースーツとオーダーユニフォーム。作れます。でこれは概要欄の方からアクセスできると思うので、ぜひオリジナルオーダーユニフォームを作ってみてください。それではランキングの方を発表していきたいなと思います。これはね、非常に悩みましたけどね、1位は決まりましたね、3位2位が悩んでますね。3位の発表いきたいなと思います。オーラを感じた高校ランキング第3位、帝京高校です。はい、帝京高校はね、がたいえぐかったですね。オーラしかなかった。これは、夏の大会前の練習試合でやらせていただいたんですけども、関東の選手ってなんであんなごついんやろな、意味わからんぐらいごついんですよ。大阪桐蔭の選手もね、みんなピチピチの服着て、ごついとかでかいとかよく言われますけども、全然もうレベルじゃ、帝京高校のがたいはえぐかったですね。まあ、その試合も結構ね、僅差で、なんとか勝利したとは思うんですけども、余裕勝ちとかではなかったと思う。僕のまあね、春、大谷翔平投手に当てていただいて。骨折明け初戦の相手が多分帝京か作新のなんかその遠征練習試合みたいな感じやったんですけどね、帝京はちょっとしびれました。はい、がたいえぐかったです。それではオーラがえぐかった高校ランキング第2位の発表です。決まりました。決めてなかったんです、すいませんはい、決まりました。第2位、浦和学院。ちょっとね、浦和学院迷ったんですけどね、僕たちの代は、なんていうのかな、チームカラーがね、ちょっと似てたんですよね。もちろん投手力はこっちの方が上やったとは思うんですけども、なんちゅうのやろな、嫌やったな、ほんまに対戦したくなくて、まあそんなね、当時は言えもないですけど、ほんまに浦和が嫌で、で夏のね、大会もまさかの天理高校に浦和負けてくれたんですよ。浦和って確かに強いねんけど、甲子園勝ちきられへんよねっていうイメージがあるんですけど、天理にまさかの負けてね、僕らは浦和が絶対勝つと思ってたんですけど、天理が勝って、で天理と準々決勝やったんですけど、もうね、大はしゃぎ、浦和が来ないぞと。なんか嫌やったっすね、浦和学院は。何が嫌、まあちょっとね、チームカラーやっぱ似てるっていうのもあるし、やっぱりそのなんか日頃の厳しさとかが伝わってくるんよな、一緒に試合してたら。ほんで、浦和って全然情報知らなかったんですけど、ジャパンの時とかに浦和ってきついんできた、めちゃくちゃきついっていう話を聞いて、やっぱそうなんやってなるぐらいね、伝わってくる厳しさとか、そういうところがやっぱ似てたので、
嫌やったですね。あとチアリーダー可愛すぎるんよ、浦和。そういうとこもなんか鼻につくよね。浦和学院が第2位でした。まあちょっとね、第3位は甲子園では対戦してませんけど、2位は甲子園で対戦した浦和学院ということで、それでは栄えある僕の中ではもうダントツの1位ですね、発表したいなと思います。第1位、明徳義塾。明徳高校はもう監督がもう嫌、あとはね、もう試合してたら分かるんですけども、やっぱりもう隙がない、守りに隙がないですね。徹底がすごいんよ。だから藤波の高めは絶対振らないぞと、で低めのまっすぐに絞れって言われたらもう全部それなよ。で藤波はエグすぎたんで、それを上回ったので、まあ甲子園で初めてね完封勝利ということで、甲子園の準決勝では勝てたんですけども、いやいやね。あとはですね、やっぱり僕たちの第、ベスト4で明徳義塾と当たりまして、まず先発ピッチャーがサイドスローのピッチャーで、このピッチャーはもう当日にならへんと調子が分からへんらしい。もうわけ分からんやん、起用が。いやいや、そこはさ、軸となる投手を出そうやって、で、やばなったらその子でええやんっていうパターンやと思うんですけども、どっちになるか分からへん投手で余裕で勝負していきます。はい、そういうところも嫌でしたし、やっぱね、甲子園戦ってて一番嫌やったんは明徳義塾でした。オーラなんよな、やっぱ圧というか、オーラ、馬淵監督がもうこうやって肘置いてる感じとか今でも思い出すぐらいのオーラがありましたね。選手たちも感じてました。まあもちろんね、個々の選手もすごかったんですよ、明徳義塾強いし、まあ藤波がほんまにすごかったんで勝てたって感じの試合でした。僕はちなみに初回に犠牲フライを打ちまして役目終了でした。それ以外は何の活躍もしないんちゃうかな。まあデッドボール一発当てられたぐらいか。1位明徳義塾でした。皆さんいかがでしたか。僕の中での3、2、1、3位帝京、2位浦和学院、1位明徳義塾ということで収まりましたけども、まあこれがね、やっぱ大阪限定とかにすると全然変わりますし、まあそっちでも面白いかなと思ったんですけども、まあとりあえずはね、王道で甲子園で対戦したちょっと名前のあるようなチームを挙げさせてもらいました。まあオーラを感じた高校のランキングを教えてくださいということのコメントをいただいてたので、そちらでね採用させていただきましたけども、皆さんのオーラを感じた高校ランキングもぜひコメントの方でお聞かせください。あ、そこ抜けてたなとか僕もあるかもしれないんで、ぜひね、あそこどうでしたとかでもいいですし、またコメントで、聞きたいランキングなどあれば書いていただけると、僕もね、あ、それ面白そうと思えば動画にしますし、あ、これがちょっと微妙かなと思うやつは、とかあんまり喋られへんなっていうやつはちょっとね、不採用という形でやらせていただきますけども、今回は採用させていただきました。皆さんいつもコメント、グッドボタンありがとうございます。それではチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。